皆さんこんにちは。最近お客さんに、あ、噛んだ。皆さんこんにちは。最近お客さんに技術を教えるとき、他のスポーツに例えがち、とっくんです。あるあるじゃない？あるあるなのかな、これ。なんかね、野球とか、バドミントンとか、テニスとかやってる方結構多くて、最近。で、やってるときに、その、フォア打つときとかのときに、うまく力が入らない人とかに、こう野球、例えば野球とかだったら、こう当たる瞬間が後ろにいたら多分ボールって右方向行くよ。だからうまく運ぼうと思ったらラケットがこう前にないとダメなんで、じゃあ打ちましょうってやった時、卓球でやろうと思ったら前じゃないですか。だから他のスポーツ、だからバドミントン例えてみたらどうですか。バドミントンってこうやって取りますよねっていう状態をうまくこう伝えるとすごい納得してくれることが多いなと思いました。はい、ということで今回はあの中国人選手がフォアが黒面でバックが赤面っていう理由をちょっと説明していこうかな。まああくまで僕の理論も入っているんですよ。イエー、まああのまあかの有名な張本選手であったり丹羽選手であったりとか、みんな黒面使いがちじゃないですか。なんかトップ選手の印象強いね。まあでも赤面使ってる人も多いんだけど、なんか黒面が結構多い、使ってる人、噂では黒面の方が引っかかるという。メーカー側に問い合わせしたらそういうのって差はないらしいんです。だよね。そう、でもそれはラバーなんです、感覚の問題。そうで、まあ中国人選手、まあ、僕も今ボアは黒なんですけど、そう、ね、まあラバー一緒なんで、まあそんなに差はないと思うんですよね。ただラケット、このラケットが実はフォアとバックでは飛び方が違うっていうのがあるんですよ。皆さんこれぜひ覚えておいてください。あの中国人選手がスマッシュボール打つ時、ちょっとやっていきましょうか。じゃあまず、はい、そういうところでラインついたよ。その声は多分通らん。通らん。音は消すけど。大ついたよ。もっと声。はい。ということでちょっと今の流れでやっていこうと思うんですけど、あすね、ロビングが上がってきた時に中国人選手って結構赤めにする人多い。試合見て。反転してるね。反転してこうやって打つんですよ。結構で打つ人多くて、中国人選手。しかも、なんで赤面をフォアにするのかと。で、フォア面の、フォア面結構、強評が多いじゃないですか。中国ラバーとか。粘着系を使った上で、試合をしてるんですよ、フォア面を。まあ、それはまあ王道ですよね。フォア面は中国ラバーになってます、トップ選手。まあ、中国のトップ選手という、の人はね、みんな。で、ラケットも、結局、差があるんですよね。その、フォア面とバック面では。で、バック面って実は飛ばないんですよ。実はバック面って打ったらまっすぐいくんですよ。イメージ的に打ち方一緒っすよ。フォア面って結構伸びていくんですよ。飛び方が違うんですよ。今同じラバーです。弾道も変わるんですよ、使っていると。で、バック側っていうのはもともと言ったら力が入るような、人間でいう力が入るようなところで常に打ってるから勝手に飛んでしまうんですよ。まあこれは僕の見解なんですけど、僕は中国人選手はそこを知ってる上でバックにちょっと飛ぶ系のラバーを貼って、テンション系のラバーを貼って打つっていう状態なのかなって思いますね。まああと中国人選手がフォアを強調にしている理由、黒面がフォアになる理由っていうのは、あの昔から中国って黒がフォアなんですよ。ではそれなんでかっていうと、あのサーブを出す時に回転がわからないっていう話らしいんですよ。いわゆるあの色の違いあるじゃないですか。黒の方が回転かけてるかどうかっていうのが分かりづらいらしいんですよ。なんか色が真逆だから逆に分かりやすい感じがする。赤の方が分かりやすいらしいんですよ。
言ったら僕みたいな感じのサーブ出すときってラケットでこう軌道隠し、ね、軌道隠してるじゃないですか、うん、ああ、決めてるかどうかっていう軌道を隠せるじゃないですか、うん、これが赤面だと分かりやすいっていう話らしいんですよ。へえ。で黒面だと分かりづらいっていう状態、うん、明るい色と明るい色が合わさると多分なんか分かりやすいらしいんですよ、この光の変化でらしいです。この黒だと分かりやすいんですけど当たってる瞬間が分からないっていう状態ができるんです。なるほどね、うん、そういう理由。はい、ここからはちょっと僕の見解なんですけど、すごい感覚の世界で黒面フォアにするのと赤面フォアにするとでは、まあ人によっては同じっていう人も多分いるとは思うんですけど、グリップがちょっと変わる気がするんですよ。フォアハンドグリップなのかバックハンドグリップなのかっていうのはちょっとイメージ的に変わるイメージです。いや本当は普通にグリップを変えれば問題ないんだけど、勝手に変わるようなイメージになってます。体感変わる。そうだから言ったら黒だとあのシュートにしやすいというか、うん、シュート系のボールにしやすい。でも上系上に捉えるようなのが簡単に感じるようなイメージ。へえ。赤フォアだとちょっと巻くようなイメージになってくるんですよね、イメージ的に。これは別にそこに差があるわけじゃなくて、多分人間の感覚の世界になってくるはずなんですよ、うん、で中国人選手はそれをこううまく利用してこうまっすぐ打つっていう、まっすぐ打つ、まっすぐ打つっていう状態、ワンジェンダー風に言うと、こっち引いて、見てね、なんかここなんか多分本人は引いてるつもりはないんだけど、自然と引いてる。そうそう。っていう僕の見解もありながらのご説明だったんですけど、皆さんぜひ参考にしてみてもいかがでしょうか。でも皆さんこう中国人、まあ中国人が一番強いからこういうね状況説明するんですけど、まあこれが仮に日本人だったらまた日本人のこう特有のね、うん、説明の仕方になっていくと思うんで、まあぜひこう中まず強い人からこう真似てみて、こうラバーからこう見ていただいて、まあ、中国ラバーにしてもらってもいいし、多分それが言ったらモノマネして上手くなっていくようなコツだと思うので、うん、ぜひやってみてはいかがでしょうか。なるほど、はい、ということで今回の動画はこれで以上なんですけど、まあ、一応またコラボが始まるということで、ほうぜひ皆さん今後の動画もお楽しみに。はい、それでは今回はこれで閉店からも。